シドニー・ウッドはアメリカコネティカット州ブラックロック出身の男子テニス選手。1931年のウィンブルドン選手権男子シングルス優勝者で地元の全米選手権でも1935年に準優勝がある。ウィンブルドン優勝時は19歳8ヶ月で当時としては2番目の男子シングルス年少優勝記録も持っていた。フルネームは シドニーバリ・ビアズレイウッドという愛称のシド・ウッドで呼ばれることも多い。ウッドは幼少時代、結核を患うほどの病弱な子供だったという。1927年に15歳でテニス界にデビューした彼は初出場のウィンブルドン選手権でいきなりルネラ・コステと対戦した。それから4年後、ウッドは1931年のウィンブルドン選手権にて 19歳8ヶ月の若さで初優勝を飾った。準決勝で地元イギリスのフレッド・ペリーを破ったウッドは初めての決勝戦で第3シードのフランク・シールズと対戦することになったが、シールズが足首の故障で決勝に出場できず不戦勝でウッドの初優勝が決まった。19歳8ヶ月での優勝は大会令明期の1891年に19歳 5ヶ月で初優勝したウィルフレッド・バデリーに続く2番目の男子シングルス年賞優勝記録であった。半世紀後の1985年にボリス・ベッカーが17歳7ヶ月で優勝し、バデリーとウッドの年賞優勝記録を更新した。しかし、1932年のウィンブルドン選手権で大会前年優勝者のウッドは準々決勝で、日本の佐藤二郎に5から7。 5から7、6から2、4から6で敗退した。日本最大の男子テニス選手である佐藤は、このウッド戦の勝利で、世界的な評価を高めた。ウィンブルドンでのウッドは、その後1934年にベスト4進出があったが、最盛期に入ったフレッド・ペリーに3から6、6から3、5から7、7から5、3から6で敗れ、2度目の決勝進出を逃した。 1935年の準々決勝でジャック・クルフォードに敗れた試合を最後にウッドはウィンブルドン選手権を断念した。シドニー・ウッドは地元の全米選手権でも1935年に男子シングルス準優勝がある。この決勝戦ではウィルマー・アリソンに2から6、2から6、3から6のストレートで完敗した。全米選手権では 1930年、1934年、1938年のサンドベスト4進出もある。第二次世界大戦中も全米選手権だけは途切れることなく開催され、ウッドはそのまま出場を続けた。1942年には男子ダブルスでテッド・シュローダーとペアを組み、ガードナー・ムロイビル・タルバート組に敗れた準優勝がある。最後の好成績は、 1945年にエルウッド・クックと戦った準々決勝であった。彼は1927年から1956年まで全米選手権に30年連続出場の記録を残し15歳の少年時代から44歳を迎えるまで長くプレーを続行した。ウッドは全仏選手権には3度しか出場記録がないが1932年の 混合ダブルス部門でヘレン・ウィルス・ムーディとペアを組んだ準優勝がある。1964年に国際テニス殿堂入り。選手引退後のウッドは手術の発明活動に携わってきたが、91歳を迎えた2002年にも室内テニスコートで使用するためのプラスチックカーペットを発明したという。同年のウィンブルドン選手権期間中に行われたインタビューによれば、 ウッドは、歴史上最も偉大な男子テニス選手について、テニス史上初の年間グランドスラム達成者、ドンバッチだと述べている。2009年1月10日、シドニー・ウッドは、フロリダ州、パームビーチで97歳2ヶ月の生涯を終えた。ありがとうございます。